皆さんこんにちは、花ちゃん MC のピーナッツです。今回の動画は漫画花の刑事雲の彼方に登場するキャラクターを紹介していこうと思います。今回は主人公の前田刑事の相場である松風を原作のストーリーに沿って紹介できればと思います。花ちゃん、まずは初登場シーンですが、4ページ目の左上に注目です。織田家家臣の滝川一益の軍が北条との戦を前に軍馬補充のための野生馬狩りをしているシーンで登場しております。ズオーという擬音とともに登場し、表情が出たのはその次のページですね。その姿を現した途端、道案内の農民がガタガタと震えております。崖を駆け下りたこの馬は滝川の軍勢を文字通り蹴散らします。このように軍隊をも蹴散らすこの馬がいるおかげで、思うように野生馬狩りが進まない滝川一益は主人公である刑事にこの馬の討伐を命じます。刑事はこの馬を殺すことは断りますが、代わりに自分の乗馬にすると宣言します。しかしこの馬を自分の馬にしたいと考える者は刑事だけではなく、他にも松風を狙う者がいるんですね。そんな中、刑事と悪魔の馬はなんやかんやとじゃれ合っているうちに心を通わせるようになり、悪魔の馬と恐れられた馬を自分の相棒とするのです。そしてとんでもない速さで走るその姿に松風と名前を付けるのです。というのが花の刑事雲の彼方の第1話なんですね。詳しくはストーリー紹介動画や漫画ホットをチェックしていただければと思います。余談ですが、このシーンが日本の馬における最強馬の誕生シーンだと個人的には思います。いろいろな作品で松風という馬や乗り物を見つけるととても嬉しくなりますね。この作品で使われているなど知っていましたらコメント欄に記入いただければ、私チェックさせていただきたいと思います。同じ松風を愛する者同士ということで親近感を覚えますね。その後の花の刑事雲の彼方のストーリーで、松風は刑事と共に様々な戦場を駆け巡ります。印象的なシーンは末盛城に救援に行くシーンでのこの一コマ。松風がドーンと足踏みをすると足元の岩が破壊され、その残骸で何十人の敵を倒すシーンです。なと敵が言うのも納得。またこのシーンでは登場するだけで敵が腰を抜かし、あれが前田刑事と松風かとつぶやきます。敵に名前が認識されている馬なんですね。刑事と松風が敵にとっては腰を抜かすほど恐ろしい存在であることが分かりますね。また刑事が松風の強さをどれくらいと捉えていたかを示すシーンがこちらです。50人の忍者の精鋭に囲まれた時、刑事は20人倒す、そして仲間の捨て丸と岩部、そして松風がそれぞれ10人ずつ倒せると戦力の見積もりをしています。そして相対する忍び自身がその戦力計算が正しいと言い切っています。このように松風は刑事の相棒にふさわしい強さを持っていることが分かりますね。こちらは上杉の救援として佐渡島に来た刑事と松風のいでたちです。西洋甲冑最高にかぶいてますね。その後の戦でも戦闘をかける一騎掛け、鉄砲を撃たれてもかわします。こうして縄文突破していく姿はしびれますね。次のシーンは大規模な戦略で松風が重要な役目を担っているシーンです。真田幸村の初陣をとにかく派手にやってやろうと考えた刑事は、北条との戦で敵陣の中に真田幸村と潜り込みます。刑事と松風は相手の度肝を抜く作戦を考えます。どうやって打ち合わせたのでしょう。心で通じ合っているのですね、多分。刑事と別れた松風は単身地元の野生馬のところに行き、地元のボス馬をねじ伏せて北条軍に突っ込んでいくという恐ろしいほどに高度な作戦を決行しちゃっているので、理解力、作戦指揮能力も極めて高いことが証明されています。そんな強さを持つ松風ですが、強いだけではありません。刑事に酒飲み勝負を仕掛け、飲みすぎた村井用水を気遣い吐かせてあげて解放するという優しさも持ち合わせています。こちらも気を失った刑事に水を飲ませる松風、なんという解放力。そしてこんなに馬に海外しく世話を焼かれている男が悪党であるわけがないとヒロインリサに思わせてハートをキャッチさせてしまう松風のファインプレーなのです。そんなリサが連れ去られた時は寝ている刑事を起こしに行ったのも松風ですし、松風は刑事の心からの相棒ですね。花ちゃん、このように松風とは花の刑事雲の彼方において主人公の刑事の相棒であり、1話から最終話までずっと登場しているキャラクターなのです。またここで紹介したエピソードだけではありませんので、まだ読んだことがない、もう一度読んでみようかなと思った方はどうぞ単行本や漫画ホットで読むことができますよ。ぜひともこれを機会に読んでみていただければ幸いです。以上、花の刑事雲の彼方キャラクター紹介松風でした。
最後にこの動画が面白かったと思っていただけましたら、グッドボタンを押していただければチャンネル登録もお願いします。それではアスタラビスタ、ブルー。